はい、ということでこの動画は杉村太蔵さんという方がひろゆきさんに対して常識的に考えてこうすべきだという同調圧力に従いなさいということを言っている、ちょっとあの頭の悪い発言をしたシーンなんですけども、ここでひろゆきさんはスーツを着なくても発言は変わらないという事実を述べました。そしてちょっとごれている杉村太蔵さんに対して周りの第三者の方がひろゆきさんの味方になりましたよね。これはまさに第三者を味方にするような論破力が展開されているシーンかと思います。極論を言うと、考えが間違っていたとしてもマナーさえしっかりしていれば、たとえ意見が間違っていたとしてもマナーが良いため意見が正しくて全てまかり通るということですよね。さらにこのマナーの指摘は議論のテーマからも逸脱しているので無意味だと思います。